了いたしました。次に広野正君の質疑を行います。広野君。生活の党の広野正でございます。今日は安倍内閣の政治姿勢ということでございます。そういうことで話を進ませていただきます。アベノミクスが、一見順調に滑り出しているということでありますが、その中でですね、私は大きな視点がやっぱり欠けてるんではないかと思っております。それは地方重視という観点であります。やはり地方はですね、今非常にシャッター通りでありますとかですね、あるいは地元中小企業、そしてまた限界集落ですとかですね、過疎集落という形で非常に弱ってきております。そういうことでですね、大都会ばっかりが栄えればいいということではないと思うんですね。やっぱり東京だってですね、電力もあるいは水もですね、食料、食品、こういうものもですね、そしてまた人も全部地方から供給をされているということでありますから、地方がですね、疲弊すればこれは日本全体がおかしくなってくると、こういうことだと思うわけですね。で、そういう中でですね、まず中小企業です。この中小企業、よく財政金融委員会で麻生副総理ともお話をさせていただきますが、この中小企業の今度円滑金融円滑化法が切れるという中でですね、いまだにやはり歴史ある老舗ですとか、地元の中小企業がですね、非常に困っている。これはもう30万社だとかそういうところが非常に資金繰りに困っているということであります。そういう中でですね、いわば今度は再生協議会ではですね、そういう形のものができますけれど、そういう形の中でですね、いわば本当に資金繰りが困って、貸し渋りが出て、あるいは貸し剥がしといいますか、そういうものができたときに、本当にな駆け込み寺のような、いわばそういう協議会ですと、地方でですね、ぐるぐるなんですね、いろんな情報が。ですからやっぱりどこかへ駆け込まないとですね、これは金融庁の本庁かもしれませんし、中小企業庁の本庁かもしれない、そういうところなんですが、こういう資料がですね、たくさん今作られておりまして、主な中小企業支援策ですとかですね、いざという場合にはですね、借り手の皆様へという形で財務局へ行くとか、あるいは地方の経済産業局へ行くとかですね、そういう形のことが言われておりますが、駆け込まれたときにですね、しっかりときちんと真摯に対応できるのか、その点を伺います。はい、麻生副総理。財務省所管の話だけで答弁を差し控えさせていただきますが、財務局等々、そのほかにも商工会とか商工会所とかいろいろございますけれども、そういった中で広野先生ご心配がありましたように、しかるべき窓口を決めておかないと、ぐるぐる回されて結果何の効果もなく時間だけ来て終わるという可能性があるではないかというご指摘は随分早くからいただいておりました。私ども全くそう思っておりましたので対応をさせていただいておりますが、3月から開始をさせていただきまして、3月、4月、5月1日現在で財務省所管のところでいわゆるご相談という形で受け付けた件は800件で、正確に801件ございました。そのうちでこの3月4月に入って、特に倒産が従来1月2月に比べて急激に増えたかというようなことはございません。従いましてそれなりの対応はさせていただいているんだと私どもの範疇ではそう思っておりますので、通産省その他他省庁に関しましては今ここに資料を持っておりませんけれども、私の方からお答えできるのはそこまででございます。はい、広野君。はい、それとですね、地方においてこの過疎集落ということ、そしてまた今総務省は限界集落という言葉は使わないようでありますけれどもですね、農水省の考え方、総務省の考え方、あるいは国土交通省の考え方、いずれにしましても
この65歳以上の高齢化率が 50% 以上を超えている集落がですね、まあ、3年前にはこれを1万超しているんですね。で、過疎地域、過疎対策法においてですね、これはもう800ぐらいの市町村が指定されておりますけれども、その中の、まあ、過疎集落部分というのはどれぐらいなのか、これは計算はされてませんが、私は日本国全土のですね、大体3割ぐらいがです、この過疎集落で限界集落ということだと思っております。限界集落ではですね、本当にここ数年のうちに消滅集落になる、あるいはなくなってしまうと、こういう集落がいっぱいあるんですね。これ農水省と国土省といろいろと調査もしておりますが、大体、まあ、ちょっと数字が違いますので、私は2000ぐらいの集落がですね、ここ10年ぐらいになくなっていくということであります。で、実際、豪雪対策法なんかも作りましたときにですね、私は議連の会長もやっておりましたから、空き家対策、豪雪地帯というのはものすごい過疎地域であります。で、空き家対策というのも公明党さんとも話し合いをしてですね、過疎対策、空き家対策というのは豪雪法の中に入っております。そういうことをやってもですね、もう本当に限界集落、過疎集落というのは大変なことになっております。で、総理はですね、美しい国を作るんだということを、まあ、7年前はおっしゃいました。しかし結局はですね、山や川や森がもう荒れていってですね、まあ、山が、田園地帯が荒れてですね、そうしますと、災害が非常に多発する、非常なことを、非常にまあひどい状況になっていくんですね。で、改めてやっぱり地方重視という考え方を私はきちっとやっていかなければならないと、こう思っております。生活の党はですね、思い切った地方分権をやることによってですね、地方のことは地方で決める、財源も権限もですね、みんな地方にちゃんと渡してですね、しっかりした地域おこしをするということをやっていきたいと、こういうふうに思っております。それで限界集落で、まあ、非常にその言葉が悪いから使わなくなったんではないかと、こう思いますけれども、頑張っている地域もいっぱいあります。事例集というのがありましてですね、例えばですね、花、バラを作ってですね、バラサミットなんか、20数市が入ってですね、バラサミットをやる。で、実際、菜の花をやるとかですね、水仙の、まあ、こういう今はまさにそういう季節であります。そういうことでありますとか、ひまわりですとかですね、いろんなことをやりながら、そのフラワーロードを作ったりですね、そういう形をして、みんな頑張ってます。あるいは、子育てについて一生懸命やってですね、過疎化を防げ出る、そういう地域もいっぱいあります。あるいはハーブですとかですね、あるいはブルーベリーですとか、そういうものを作ってですね、頑張っているところもある。ところがですね、TPP によってですね、これはそういうところ、また足引っ張られちゃうんですよ。農林水産業、地域にとって農林水産業は非常に大切だ。私たち生活の党は TPP は反対であります。そういうことについてですね、本当に結局は、過疎地域、あるいは中山間地、で、限界集落というものを非常に疲弊させる。こういうふうに思うわけであります。まあ、そういう視点が安倍内閣の政策に欠けているというふうに言わざるを得ないと、私は思っております。で、続きましてですね、安倍外交であります。安倍外交はですね、まあ、順調に出てるように思いますけれども、ところが、やっぱり近隣外交、日本はですね、北東アジアの中にあってですね、北東アジアの平和と安定、これがなければですね、やっぱり発展をしない。この21世紀はアジアの世紀だと、こういうふうに言われながらですね、結局、この近隣周辺外交が非常にうまくいってない。私は尖閣も日本の固有の領土だと、竹島もそうだと、こういうふうに思ってます。しかしですね、相手もあるんですよ。で、相手もまた行ってくる。そして歴史認識も、というようなことになるんですね。ただこっちが主張していればいいと。いうものではありません。ですからですね、どうやってこの周辺外交、近所のことがうまくやれないでですね、結局、まあ、近郊、遠郊ということをやってるわけですね。まあ、
近くがうまくいかないから外をうまく連携をしながらやっていくということを今やってるんじゃないかと思いますが、周辺外交どうやって具体的に解決されようとしますか。はい、内閣総理大臣。尊敬する広野先生に評価していただけないのは大変残念なことでございますが、まあ、いわば中国、韓国、まあ、中国はですね、日本にとって最も大切な日中関係は二国間関係の一つですし、そして日韓関係はですね、日本も韓国も同じ自由や民主主義、基本的な人権、法の支配、普遍的な価値を共有する大切な隣国であります。有効な関係を築いていくことは当然日本にとって国益であり、地域の平和と安定と繁栄のために大切なことであるというふうに私も考えているわけでございますが、まあ、残念ながら、両国との関係においてですね、まあ、中国との関係においては、尖閣を、めぐる情勢について、中国がいまだに、挑発的な行動を取っていることは大変残念なことで、あります。まあ、しかしその中においてもですね、例えば昨日も領海を侵犯をされているわけでございますし、日本の釣り船のですね、近傍まで近づいてきているという危険な行為だと私は思います。そういう行為を繰り返しているわけでございますが、しかし私はですね、一つの問題があったとしても、すべての外交関係を閉じてしまうのは間違っているとこう思うわけでございまして、まあ、一つの問題があったとしても、まあ、両国は切っても切れない関係でありますから、話はいわば、両国がですね、しっかりと対話をしていくという、ルートは確保しながら対話は、継続をしていく、そして、全体的な関係においてはですね、発展させていくように両国が努力をしていくことが大切であろうと思います。まあ、ですから日本側は常に、対話のドアは開いていくということは、申し上げておきたいとこう思うわけでありますが、大切なことはですね、力によって現状を変更してはならないということでございまして、だからこそルール法に基づいた秩序を作っていくという努力をしたい、こう思っているわけでございまして、まあ、その中においてですね、一つの国との関係を見るときに、これはやはり地球全体を俯瞰しながら外交戦略を構築をしていくことが重要なことではないかと、こう思っている次第でございます。まあ、韓国のパク・クネ大統領ともですね、電話で会談を行ったところでありますし、パク大統領のですね、まあ、米国における議会での演説は大変素晴らしい演説だったと私は敬服をしているところでございます。なんとかですね、対話をスタートさせるべく努力をしていきたいと、まあ、このように思っているところでございます。はい、広野君。やはりナショナリズムもですね、私は健全なナショナリズムと偏狂なナショナリズムがやっぱりあるんだと思うんです。あんまり偏狂なナショナリズムに火をつけますとですね、これは相手だってそうありますからですね、まあ、いろんな形で私は周辺外交がこの安倍のリスクということになり、ね、そういうことになるんじゃないかという非常に不安を思うんですよ。やっぱりね、そういうことをよく考えながら私たち生活の党はですね、この対中、あるいは対韓においてはですね、この領土問題もありですね、そしてまた歴史認識の問題もある、ですから国際会議をですね、二国間の専門家、官民入れてですね、学者も入るでしょう、そしてあるいはアメリカが入ってもいい、そしてまたアジアの国々が入ってもいいと、そういう国際会議をですね、常設をして、やっぱりきちっと話をずっとやっていくということをまずやってですね、やはりこの近隣外交をうまく安定させないとですね、アジアの発展を、21世紀はアジアの世紀だと言ってるのに、それを取り入れることができなくなってくるということをですね、非常に懸念をするわけであります。対北朝鮮問題もあります。もうこれはまあ威嚇外交、恫喝外交を展開してですね、いまだに打つわ打つわというような感じをやっております。そして日本はですね、核ミサイルのほかにもう一つその拉致の問題を抱えております。総理はずっとこのバッジを抱えやられてですね、真剣に取り組んでおられますが、なかなかこれも解決はいかない、こういう状況であります。いずれにしてもこの北東アジアの平和と安定をですね、きちんと維持をしていくということに最大の努力を
注いでもらいたいなと、こう思っております。続きましてですね、日米の関係であります。まあ、日米の関係はですね、まさに基軸であると、これは私も思っております。ところが、先ほどもありましたように、対等の立場にならなきゃならないと、まさに戦後68年たちですね、この安保条約改定からでもですね、もう53年だとか、そういうふうになってきてるわけですね、そういう、そして地位協定もそうだと、こういうことであります。地位協定、先ほどお話ありましたとおりですね、まあ私はやっぱり不平等条約だと思います。もう明治の先人はですね、この不平等条約を直すために、40年、50年かけてですね、この不平等条約を直してきてるんですね。日本ももう50数年経った、戦後から言えば60数年経っていると、そういう中にあってですね、この不平等条約、まあ、治外法権的なところもあります。先ほど総理はですね、運用で改善をしていくんだと、こうおっしゃいましたけれど、やっぱり対等の立場に立ってですね、もともと日本の土地、領空、あるいはそういうものを貸してるんですよね。まあ、確かに守っていただいているというところもあるでしょう。だけども、対等の立場でそれをやらないとですね、いつまでたっても、ああいう悲惨な事件が起きたり、暴行事件が起きたりですね、事故が起きたりということだと思うんです。その中にあってですね、航空法関係、この航空特労法の関係でありますけれど、横田基地ですとか、座間、あるいは厚木ということでですね、そういう空域があります。まあ、そこをですね、避けるために、まあ、5000メーター、7000メーターというところを避けるために、ずっと迂回したりですね、大きく曲がってですね、飛行機で飛ばなきゃいけないと、こういうことでありますから、やっぱり地位協定は、これもですね、合同委員会があって協議をしていると、多分おっしゃるでしょうけれども、やはりここはですね、対等の立場に立って、きちっと改定をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。はい、安倍内閣総理大臣。まあ、基本的にその、まあ、この、日米安保条約についてはですね、まあ、そもそもまあ旧安保条約、まあ52年の安保条約はですね、まあ、占領軍がどうなるかという中においてですね、日本は全く日本を守る術、自衛隊も全く不十分な状況の中において、米軍にいわば残ってもらう中においての条約でありましたから、極めてこれはまあ不平等であったわけでございますが、まあ、これはですね、この条約は米国がですね、了解しなければ破棄できない条約であったものをですね、米国に了解をさせて改定したのが60年の安保改定でありまして、まあ、現在は我々がですね、これ破棄をしようと思えば破棄できる、まあ、条約に変わったわけでございます。まあ、その中においてですね、まさに日米の関係においてはこの安全保障条約の中で、日本が攻撃をされた際には米国がですね、まあ、共同対処をするということにおいて、これはまさに、日本に対する、抑止力が守られているわけで、ございまして、まあ、これを念頭にですね、我々で、さまざまな対応を考えていかなければならないわけでありまして、ご指摘のですね、米軍が横田で、侵入管制業務を行っている空域、横田空域でありますが、については、2006年5月の再編実施のための日米ロードマップに基づいて、同年10月に、横田ラプコン、侵入管制業務でありますが、の範囲の、削減について、合意をしました。2008年9月から、削減空域の管制権限が日本に、移管をされたわけで、ございまして、まあ、このように累次、我々も努力をしているわけでございますが、横田空域のさらなる変換についてはですね、今後とも調整を続けていきたいと考えております。はい、平野君。はい、やはり、まあ、アメリカに対しては非常な、まあ、ある意味でこう配慮をしているといいますかね、いうことだと思うんですね。やっぱり対等の立場に立って、
もともとこれは石原慎太郎さんも横田基地を返せとかね、そういうことをかって言われたわけですよ。でそれはなんかトーンダウンされましたけれども、いずれにしてもそこは首都圏防衛のために貸してるんですね。だからどういう形で管制システムをやるかというのは日本に本来主導権があってしかるべしなんですよ。だからそういうことをですね、まあ、あの地位協定の改定あるいは航空法特護法特例法、日米合同会議があってロードマップを作ってとおっしゃってますが、やっぱり対等の立場でやっていくという観点がやっぱり抜けてるんじゃないかと思います。再答弁お願いします。はい、安倍内閣総理大臣。対等の立場、これは極めて私は重要な考え方だと思いますし、我々もその考え方のもとにですね、交渉を行っていきたいと、こう考えているところであります。同時にですね、同時にやはり北朝鮮がミサイルを発射するかどうかということをおっしゃったわけでございますが、その中においてですね、このミサイルを撃墜する上においても、米国のこれは情報提供がなしにはこれはできないわけでございますし、ではそのミサイルの基地をですね、どうやって攻撃するかといえば、日本には打撃力が存在をしないわけでございまして、米側に日本をそもそも攻撃をするミサイルをですね、この基地をですね、これは破壊をしてもらうということは、日本側が米側に残念ながら依頼をしなければ、その元を断つことはできないというのが現実の中においてですね、ではこの空域の問題をどう考えるかということも、当然外交的には頭の中に置いておく必要はあるんだろうと思います。いずれにせよですね、いずれにせよ委員がご指摘のように5条と6条、6条において日本は基地を提供しているわけであって、この基地の提供によって米側はですね、アメリカは前方展開戦略がですね、実施できるということは事実でありますから、そうしたことも踏まえてですね、日本の利益を守りながら日本の安全を守っていきたいと、このように考えているところでございます。広野忠志君。この間トルコ UAE に行かれてですね、原子力協定等を結ばれました。この 3.11 のですね、原子力福島事故があって以来ですね、このベトナム、韓国、ヨルダン、ロシアと、これは前政権、民主党政権の時代に原子力協定をやっています。そして安倍政権になってからアシュレンとトルコと、こういうことでありますが、この原子力協定の中でですね、使用済み燃料の問題、使用済み燃料を日本にまた持ち込んでくるのかどうか、この点について伺います。はい、元木経産大臣。使用済み核燃料の処理につきましては、基本的に、当該ですね、原子力施設を管理する国が責任を持って、取り組むべき課題だと、このように考えております。そして協定を結んでおります、国の方からですね、日本に対しまして、使用済み燃料を我が国に引き取るよう、そういう要請は来ておりません。広野君。来ていないということですね。しかしですね、これはプラントを売り込んで、で燃料をですね、燃料も一つの大きな交渉事であります。これをどうするかと、特にこの原子力発電所というのは、言葉が悪いんですけれども、トイレのないマンションだとか、オークションだとこう言われているわけですね。この使用済み燃料、あるいは放射性廃棄物、このことがですね、大きな問題になるわけです。これ、もし日本がですね、引き取るようなですね、もし契約になってたらば、民間業者との間でですね、これは拒否しますか。はい、元木国務大臣。協定上もですね、そのような移転はないということになっておりますし、当然民間のですね、事業者におきましても、使用済み燃料については、当該国において処理される問題だと、そのような認識を持っていると理解いたしております。広野忠志君。この使用済み燃料の中にはプルトニウムが入っておりですね、プルトニウムというのは、いろんな意味で廃棄物で、放射性廃棄物の点もありますが、要するに爆発物に転換することだってできるわけですね。
ですからまさに核拡散不拡散条約に入っている国、 NPT に入っている国、そしてまたその査察を受ける IAEA のですね、査察を受ける国、そういうことでなければならないとこう思ってますが、その認識はいいですか。はい、元木担当大臣。基本的に委員と同じ認識を持っております。広野君。新聞報道によりますと、このサミット前後にですね、安倍総理はまた東欧を訪問され、ポーランドですとかハンガリー、チェコ等ですね、そこも原発のですね、話があるから原子力協定を推進をしようというお考えというふうに報道はされております。その中にあって、やっぱり使用済み燃料というものがですね、どうされるのかという観点が極めて大事だ。この使用済み燃料というのはまさに取り扱いがもう非常にこう今困っているわけです、どこの国も。で、日本もイギリスに頼んだりですね、そういうことをやってるんです。フランスに頼んだりですね、いうことをやって、日本でも処理ができないんですね、もういう状況の中でですね、原子力協定なお推進されますか。はい、安倍総理大臣。この東日本大震災以降にですね、国会の ご承認を得た、または署名を行った我が国の原子力協定においては、我が国と相手国との間で使用済み燃料は移転されないことになっておりまして、このため我が国が相手国から使用済み燃料を引き受けることは、にはならないということは申し上げておきたいと、このように思います。また、サミット時にですね、どういう国を訪問するかということはまだ確定はいたしておりません。はい、広野君。それでは終わります。ありがとうございました。以上で広野正君の質疑